レーザー核融合は非常に高い出力のレーザーの光を用いた核融合のこと。核融合反応でエネルギーを取り出すためには燃料プラズマを高温に加熱し、かつ十分な反応を起こすために密度と時間の積がある一定値以上でなければならないというローソン条件を満たす必要がある。 時期閉じ込み方式の核融合では低密度のプラズマを長時間保持することを目指すのに対し燃料プラズマを固体密度よりもさらに高密度に圧縮加熱しプラズマが飛散してしまう以前すなわちプラズマがそれ自体の完成でその場所に止まっている間に核融合反応を起こしてエネルギーを取り出すことを目指した完成核融合が考えられ研究が進められている レーザー核融合は燃料の圧縮と加熱のために大出力のレーザーを用いる完成核融合の一方式である。ノバレーザーこれに加えレーザーを用いて発生させた陽子線とプラズマを用いる全く新しい原理のレーザー核融合も近年開発されている。2009年2月から稼働を始めたローレンス・リバモア国立研究所のレーザー核融合施設。 国立点火施設は核融合で放出するエネルギー量が燃料に吸い込まれる量を上回る自己加熱による燃焼を世界で初めて達成したと2014年2月に発表した。球状の燃料ペレットを考える。この燃料玉は玉核部分が重水素と見え水素の個体となっていて玉内部はそれらの機体で満たされている。これに非常に強いレーザー光を当てると 急激な表面部分の加熱、プラズマの膨張により、その反作用として燃料球自身が内部へ爆縮を起こし、内部の圧力は1億気圧にも達する。嗅覚部分は、この圧縮により玉中心に圧縮され、主燃料となる。この圧縮による衝撃波などにより、中空の気体部分は1億度以上という高温になる。爆縮には高い玉対称性が要求されるが、 レデイリー・テイラー不安定性などの流体力学的、不安定性は多摩対象爆縮の障害となっている。この高温下で以下の核融合反応が進む。D は重水素、T は未 S 水素、N は中性子、アルファはアルファ粒子である。アルファ粒子の発生はさらに K を加熱させ、それが核融合反応をさらに促進する。これにより、主燃料部分も、 核融合反応を開始し、最初に与えたレーザー光によるエネルギーよりずっと多いエネルギーを発生することとなる。現在では、従来考えられていたレーザー核融合の方法とは異なり、プラズマ化した対象物に陽子線を照射することで核融合を起こす方法が開発された。この時、以下のような核融合反応が起きる。陽子線とプラズマを発生するために、 一つはレーザーをアルミの薄膜に照射することで、もう一つは放素にレーザーを照射することで、それぞれ陽子線とプラズマを発生させているため、レーザー核融合と言えなくもないが、従来のものとは原理が全く異なる。この反応では、中性子を発生させずにエネルギーを生成することができる。しかし、レーザーから陽子線に変換する効率は3%、止まりで、 しかも電気からレーザーへの変換効率も1%程度の現状では到底十分なエネルギー利得を得ることはできない。類似するものとして重異音感性核融合がある。レーザー核融合は燃料球の爆縮法により次のように分類される。直接照射では燃料球に直接レーザーが照射される。一方、間接照射では燃料球をホーラムと呼ばれる。 コうぜっで作られた外枠に入れ、そのホーラムの内側にレーザーを照射し、燃料玉はホーラムから出る X 線によって照射される。大阪大学やロチェスター大学では直接照射方式が、ローレンスリバモア国立研究所では間接照射方式が主に採用されている。中心点下と高速点下の違いは、一度のレーザー照射による爆縮で点下に至るか否かによる。 従来の中心点火方式では高い玉、対象爆縮が要求され、これがレーザー核融合開発の大きな障害となっていた。一方、一度爆縮された燃料球が完成で静止している、極めて短時間に超高強度、超単パルスレーザーを照射することで点火に至らしめることができることが比較的古くから考えられていた。これを高速点火方式と呼び、 現在大阪大学レーザー科学研究所でこの方式の研究が進められている。近年高速点火方式が可能となった背景には CBA 技術の発明により生み出された超高強度超単パルスレーザーの出現がある。超単パルスレーザーに高エネルギーを詰め込むことは従来不可能と言われてきたが CBA 技術により可能となった。1 0 5 w を超える レーザー装置が大阪大学などで現実のものとなっている。高速点火方式の利点は従来の中心点化方式と比較してより小さなレーザー装置でより大きな利得が期待できることである。また、高速点火方式は爆縮による点火を行わないためレイリー・テイラー、不安定性を伴わず摩対象性を確保する条件が緩和される。 このような大出力のレーザーの登場により、高強度上科学や、高エネルギー高密度物理、高エネルギーレーザー科学と呼ばれるような、新たな分野が開拓されようとしている。前述の超高強度、超単パルスレーザーを集光することで、その光強度は 1018W 平方センチメートルから 1021W 平方センチメートルに及ぶ。 このような公共土壌はかつてないものであり、超新星などで起こる現象を実験室において模擬することのできる実験室宇宙物理やレーザー加速器のような分野を創生している。ロヨ機は周期的に発生するエネルギーの衝撃を受け止めねばならない。1秒間に5から10回程度の頻度で 100kg 爆弾相当の衝撃に相当する。X 線、中性子、 ターゲットの残骸が放出される。特に、X 線の放射によって、炉壁の表面が、局所的に加熱されるために蒸発し、減肉していく。一回の爆発で1マイクロメートルずつ削られていく、計算になる。これを回避するために、流体やビーズなどの流れで表面を覆うか、キセノンやクリプトンのガスで、X 線の衝突に、 緩やかな時間差をつけるかの二つが考えられている。しかしガスを使用する場合、エネルギードライバーがレーザーである必要がある。燃料玉は2から3ミリメートルの球形の個体の重水素と見栄水素でできた中空体で極低温に保たれている。もし実用発電炉が実現するなら、100万個、日ほどの量が消費される計算になる。 この価格も1個あたり0.5ドルを超えては商業的に成り立たなくなる。500度 C になる炉の中に入れられた後でも反応までに1度以上の温度上昇もあってはならない。燃料球を照射する高エネルギーを作り出す装置。検討されているものはレーザー発生器が多い。現在、消費されるエネルギーに対して作られるレーザーのエネルギーは1%にも満たない。 少なくとも10から30%にしなければならない。レーザー発生器の寿命も課題である。現在は数百発ほどで中心部品を交換しなければならないが、実用段階では1億発程度は必要と考えられている。現在実験中のドープガラスレーザーやフラッシュレーザーではこれらの課題は超えられないと思われる。ダイオードレーザーや液マレーザーが検討されているが、 完成核融合方式としては、最有力はレーザーではなくイオン加速器である。エネルギー効率は40%を達成できる。高産業創生大学院大学、浜松ホトニクス、トヨタ自動車などは、爆縮高速点火によるレーザー核融合発電を共同研究している。また、自動車エンジンへの応用も考えられている。ありがとうございます。